アメリカ軍が発表している航空情報などによりますと、今日午後6時から午後9時まで、嘉手納基地のおよそ3000メートル上空から小規模のアメリカ空軍部隊がパラシュートを使って降下するということです。県は嘉手納基地でパラシュート訓練を実施しないようアメリカ軍や沖縄防衛局などに要請していますが、強行されれば2020年7月以来、およそ3年ぶりのこととなります。今回の訓練についてアメリカ軍は、本来訓練場所と定められている伊江島補助飛行場の滑走路の整備状態が、使用する機体の離着陸に適さないとして、例外的に行うと説明しているということです。